どうも、ノスケです。今回は、あの、フィンランド行きたいなっていう話です。皆さん、旅行好きですかまあ、大之助、あの、オーストラリアとかしか海外行ったことない、オースーじゃなくて、オーストラリアしか海外行,行ったことないですけど、旅行。あの、まあ、将来、えっ、ー、と、いろんなとこ渡り歩きたいなっていうふうに思ってる中でも、ま、先になんかフィンランドもしくはエストニア行きたいなってまあ、ヨーロッパ行きたいなっていうふうに思ってるんですよね。で、その中でもやっぱフィンランド、まずは行きたいっていうふうに思ってるんですよ。フィンランドって、 ま、なんだろう、あの、ギネスブックで、あの、幸福度が世界ナンバーワンっていうのが、えっ、ー、と、2019年の時点で3年連続なんですよね。で、あの、ま、僕がいろんな本を読んだ中で、まあ、あの20、2010年に発刊された本だから、もう2020年、2020 2021年、2022年もずっと連続して、あの、ま、幸福度が一番高い国を更新してるかもしれないですけど、少なくとも,もう、まあ、あの、まあ、国民全員の幸福度が高かったりとか、教育水準もすごい高いんですよね。あの、 教育水準がすごい世界トップクラスというふうに言われてて、読書習慣とかめちゃくちゃあるんですよ、あの、フィンランドの人たちって。というのも、まあ、あの、読書とか、あの、なんかあの、家族とのプライベートの時間をものすごい重,あの重視する国民性があって、そして、あの、ま、その親子のコミュニケーションの方法としても読み聞かせというか読書っていうのがものすごいあって、図書館とかもめちゃくちゃいっぱいあるらしいんですよ。というか、あの、フィンランド自体が国土っていう結構でかいらしいんですけど、 その一方で国民の総人口が552万人ぐらいとかしかいないんですよね日本のまあ1 20分の125分の1とかなんですよだからもうあのフィンランド人っていうのは世界進出というかあの海外であのまあ羽ばたくというか才能を開花させることを前提にあの 子たちといいいうか教育にものすごい力を入れている国なんですよ、ね、でまあ税金は結構高いらしいんですけどあの日本とどれぐらいあの高いのか僕ちょっとわからないんですけど、まあ、結構高めらしいんですよねでまあ物価も日本よりはあの結構高めなんですよねあまあお菓子とかでさえもう2倍から2.5倍ぐらいするのかなって大之助が見た感じ思うんですけどあのそういうふうにまあ物価とか高いかもしれないですけどあのまああの子どもも大学ぐらいまでは教育無償だし、えー、と図書館とかいっぱいあるしそしてまあ何より。あの まあ福祉国家、究極の福祉国家っていうぐらいあの、まあまあ、こ国民たち一人一人のセーフティーネットがしっかりしている国なんですよねまあ、日本も治安いいかもしれないですけど、えーとまあ、日本人の平均的な幸福度が高いかというと先進国の中でもダントツ最下位クラスじゃないですかで,であの、まあ、フィンランドってあの森林とかあの森と湖の国って言われるぐらい自然が雄大なあの土地なんですよねで、まあ、ムーミンとかサンタクロース発祥の地っていう風に日本と結構ゆかりがあることとかも多いんですよ とか、なんか芸術方面にもすごい優れているとか、秀でてみたいで、建物のデザインとかなんかめちゃくちゃ美しいというか、なんかアーティスティックな建物だったりとか、美術館も結構多いんですよ。まあ、大之助そんなに芸術に詳しいわけじゃなくて、なんか印象派とかいう概念というか言葉があるぐらいにしか、あの、戦学被災で全然知らないですけど、そういうなんか、あの、アートの面とかでも、なんか魅力がたくさんあって、行ってみてえなーっていうふうに思うんですよね。 であのまあ、多分過ごしやすすいと思うんですよその、まあ、冬はマイナス10度とか20度とか行くから夏に避暑地,地として行くのがいいんじゃないのかなっていうふうに思うんですけどあのまあその教育だったりとか。 福祉だったりとか以外にも、まあ、男女差別が全然ないいところらしいんですよね女性の社会進出が当たり前でて、まあ、もちろんもともと人口が少ない国っていうのもあるんですけどあの、まあ、人口が少なかったから男女ともにあの高度経済成長期とかめっちゃ働いてたらしいんですよねだから女性が働くのも当たり前らしいんですよ。で2019年に あの、34歳にして初の女性大統領が就任してるらしいんですよ。ちょっとお名前は存じ上げないんですけど、34歳の女性が大統領というか総理になるって国のトップになるって日本じゃ考えられないですよね。それぐらい、あの、男女共同参画社会があの当たり前になってるような国なんですよね。っていうのも、あ、すごい素敵だなっていうふうに大のしか思うところなんですけど、他にも面白いなっていうふうに思うのが、あの、スーパーとかでバナナ無料らしいんですよ。あの、 <laughs> えっと、それなぜかっていうと、スーパーで子供がお腹すいたりとか、まあ、ダダをこねたりとか、あの時間を持て余したりとかしないように、スーパーでは無料のバナナをなんか配るというか、あの、カゴが入ってるらしいんですよね。で、そ、それ聞いたら、なんだろう、ホームレスというか、あの <laughs>、いい、いい大人もバナナ食べるんじゃないのかなっていう風に思いますし、大之助バナナめっちゃ好きなんですよね。だから、あの、金困ったら絶対大之助の生息スーパーになるやんっていう風に思うんですけど、まあ、大人は食べないでっていう風に、まあ、モラルというか、そこの、その辺は行き届いてるかもしれないですけど、そんな面白いシステムがあったりとか、他にも、 まあ、前半でお話ししたように、その、フィンランドと森がすごい多くて、なんか、あの、自然教授法みたいなのがあ、法律があるらしいんですよね。その自然教授法っていうのは、あの、あの、土地の人に迷惑をかけない限りは、その土地が誰かの私有地、あの、湖だったりとか森とか、まあ、そういう、誰かの私有地だったとしても、あの、木の実好きに、あの、積んだりとか、あの、魚釣ったりとか、湖で魚釣ったりとか、あの、森の中をハイキングとかしてもいいですよっていう法律があるんですよね。っていうふうに、 まあなんかブルーベリーセラピーっていう言葉もあるぐらい、まああのベリー系のものをそのブルーベリーだったりブラックベリーだったりラズベリーだったりとかいっぱい木の実が取れるらしいんですよね。でまあその自然とともにあのまあ科学というかその生物に関するあの情景だったりとか。 あの自分の思い入れとかも強くすることができてまあ,あの世の中に対するのその好奇心をかき立たせたりとかあとまあ自然に触れるっていうのは、まあ、現代人日本人っていうのは結構忘れがちなん,なんですけどものすごい僕たちの心身ともに健康にいいんですよねであの楽して成功したきゃ自然に触れるっていう言葉もあるぐらいあ例えばあの自然の動画を見るだけで大自然の雄大な自然あの動画を見るだけで焦りの感覚が66%減りましたという研究だったりとか、まあ、メンタルが落ち着きましたとか睡眠の質が高まりましたとか免疫力高まりましたとか、まあ、ものすごい いろんな効果があるんですよね。だからダイノスケもあの朝晩近くの公園とか行ってえっ、ー、と散歩するのとか大好きなんですよ。っていうまあその自然に溢れた環境下に身を置けるっていうあのフィンランドはすごい魅力的だなっていう風にダイノスケは思うんですよね。であとフィンランド行ってみたいなっていう風に思ってる理由の一つがサウナの発祥地なんですよね。あの まあ、サウナが好きな人たちも結構いらっしゃるかもしれないんですけど、大之助はまだまだあの新人サウナであの、新人のサウナで、あのそのサウナ歴とかも1年とかそこらなんですけど、サウナめちゃくちゃ気持ちいいですよね。で、あの、サウナってもともと、 そのなんかフィンランドの人たちが燻製だった食べ物の燻製だったりとかあの食べ物の長期保存するために,にあの高温にしていた部屋で、まあ、ちょっと休憩してたのがサウナの発祥だったらしいんですよね。よくそんな場所で休憩しようと思ったなって話なんですけどあの、まあ、フィンランド人ってサウナめっちゃ好きらしいんですよどれぐらい好きかっていうと、まあ、国民が約万550万人ぐらいなんですけど。あの フィンランド中のサウナって合計で300万個ぐらいあるんじゃないのかっていうふうに言われてる,言われてるんですよね国民の,あの3分の2ぐらいがサウナを持ってる計算になるんですよどんだけサウナ好きやねんって話ですよねで、まあ、もちろん男女混浴の時は水着が必要なんでそこは残念だなっていうふうに思うんですけど、まあ、そういうふうにあの異文化交流したいなっていうのもあるし まあ、とにかくなんか、あの、心を躍るような、あの、いろんな本とか読んでて、心を躍るようななんか魅力がたくさんあるんですよね。とはいえ、まあ、あの、普通、まあ、商品を売るときとかって、その商品の悪いところってあんま紹介しないじゃないですか。まあ、何が言いたいのかっていうと、フィンランドの悪いところ、僕知ら、あの、まだ調べきれてないんですよね。まあ、あの、多分物価は高いんだろうなっていうことはわかるんですけど、他に、まあ、治安は日本と比べてどうだとか、 税金はどれくらい高いのみたいなのもよく勉強しきれてないところがあるんですけど、そんなふうにやっぱ実際行ってみないとわからないことたくさんあると思うんですよね。まあ理想論を並べるだけで行っ,て行ってみたら、あ、みんなもフィンランド行けないよみたいなふうに言って、いや、実は治安がめちゃくちゃ悪くて、あの、な,なんだ、腕もがれました、金、金取られました二度、二度とあんなとこ行くかボケみたいなふうになったら嫌じゃないですか。だから、大之助はまあ実際に自分の目で見て感じて、あの、どんな雰囲気なのかっていうのを、あの、勉強しに行きたいなっていう、まあ将来の目標の一つですね。行ってみたいなっていうふうに思うというお話を、あの、今回したいなというふうに思い でまあけどフィンランドって一個懸念なのがロシアと隣接してるんですよね。まあ、あのエストニア行きたいって序盤でも言いましたけどエストニアもあの結構ロシア近いんですよね。とはいえロ,ロシアがウクライナと戦争してる理由っていうのは黒海というか英華海というかあの,あ,のあの内陸の,あの海のなんだろうあの なんだろうえっ、ー、と内陸側からヨーロッパの南側から、えー、と船を運ぶルートを確保したいっていうのも理由の一つなんであそのフィンランド側を今の昔みたいにもう一回征服したいとかそこに労力を費やしたいとかわざわざし,しにくいとは考えてるんですけどとはいえそれはあくまで僕の希望的観測であってあの将来大の好きにフィンランドに行けるぐらいの時間的経済的余裕が生まれた時にフィンランドが今もご存命というかなくなってなければいいなというふうに思う次第ですね。な、まあ、なので皆さんんもぜひフィンランラド行ったこことある人はいやこんな国だ いやこういう悪いところがあったよみたいな話だったりとかいやフィンランドもいいけどこの国もいいよあの国もいいよみたいなのがあったらぜひコメント欄で教えてもらえればなというふうに思います。ということで今回は以上。